青木選手は昨年も技術戦で使用していたこのデモアルファ R21 レーシング、今年の仕上がりはどう？そうですね、特徴としてはロッカーフレックスにレーシングプレートを使用していて、 SL スキーにすごく近い感覚で、まさに実際に戦っている僕たちのためのスキーに感じます。そうだよね、安心して攻めの滑りができるよね。はい。ところで今井選手は今年ロシニョールチームに加わったわけだけど、どうしてロシニョールを選んだの？スキーテストをして一番キレが良かったので、大会ではこのスキーで勝負をしたいと思ったので選びました。このデモアルファ R21 レーシング、まさに2人のような選手、そしてエキスパートに向けたぴったりの一台だね。